新幹線の座席が設置された、待合室プラットフォーム中部天竜駅に停車中の特急、今野中部天竜駅は、静岡県浜松市天竜区佐久間町半場にある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。飯田線の要所となる駅であり、飯田線の静岡県内にある駅では、唯一の有人駅である。普通列車は朝を中心に当駅始発の列車が、 数多く設定されており、特急、イナロ、快速列車も停車する。かつて運転されていた、臨時列車、トロッコファミリー号の終着駅でもあった。また、二股線、東東海二股駅から乗り入れる、佐久間線の終点に予定されていた。かつては、駅構内に、鉄道車両を展示する、佐久間レールパークが併設されていたが、2009年に、閉園した。 2012年3月17日より、東駅以南を走る一部の列車がワンマン化された。ただし、東駅以北へ直通する列車は東駅から車掌が乗務することもある。駅名は天竜川を挟んだ対岸の地名、中部に由来する。中部は、現在の行政地名としては、中部と読む。当初は、なかった。 ペテン流という読みであったが途中で現在の読みに変更されている。島式ホーム一面二線と側線を持ち列車交換が可能な地上駅。駅舎とホームはホームの下、河合駅側にある構内踏切で連絡している。駅長配置駅である。管理駅として飯田線の静岡県内にある各駅を管理している。JR 全線切符売り場があるが 早朝、夜間は、無人となる。駅舎内には土産物や、駅構内には、旧中部天竜機関区の施設取り打ち線を利用した、佐久間レールパークがあった。駅南西から天竜川を渡り国道473号に、出る細い道路がある。これは、かつて当駅から分岐し、佐久間周波数変換所へ向かっていた、資材輸送用専用線の配線跡である。 静岡県統計年間を呼び、浜松市統計所によると、近年の1日平均乗車辞任は、以下の通りである。ありがとうございます。